はい、こんにちは。ソルウィンです。いきましょう。スクスト2というわけで、スクールガールストライカー2の実況していただきます。今日はですね、5月12日なんですけども、ゆいちゃんのバースデーということで。はい、おめでとう。ハッピーバースデーということでね、はい。プレゼントを差し上げましょう。ただ、エピソードはございません。また後ほどということでね、はい。結構溜まっちゃってますけどね、一気に公開されるのか気になるところですね。というわけでね、お祝いのプレゼントをみんなであげましょう。まあね、これから6周年イベントも、今日は5月12日なんで、あと3日ほどで、始まりますね。ハッピーバースデー。6周年イベントに向けて、プレゼントをババッとあげていこう。うん。隊長様、今日はありがとうございました。おかげさまで素敵な誕生日になりました。いいえいいえ、ありがとう。こちらこそありがとうですよ、ほんとね。うん、どんぐらいでよかな。ありがとうございます。隊長様に祝っていただけるなんて、うん、隊長様。というわけで、ボイス回収もそこそこにしていきつつ、まあね、あれ、私何をあげた？大丈夫。はい、はい、多分これで、このパターンで大体回収かな。うん、大丈夫かな。もうちょっとあげるかな。どうしようかな。じゃもう一周だけあげるか。うん、まあ、3点セット差し上げて、あ、SR 以上かけ方回しますか。よいしょ。うん。で、こんな感じで、あとはついでだから、さとかちゃんに、いろいろ上げて、240レベルにしちゃおうかな。まだまだだけどね。遠いっちゃ遠い。で、これね、ゆきえちゃんが貯めた絆。で、ミラクルラボ。はい、それでももうちょっとだね。結構上がった。うん、ワクワクだね。240にして、ミホちゃんも240にして、ゆきえちゃんはもうちょっとだね。ラビリンスやりつつ、いや結構戦力上がりましたね。そう、あとね、そう、結局バースト、そうだ、まだお返しできてないんですけど、うん、ちゃう。いや、いいのか。まあ、いいっちゃいいか。前回のやつなんですけど、バーストはしたんですけれども、そう、ここでいいか。お着替えはできるみたいですね。お着替えしかできないのかな、逆に言うと。大きな力を感じます。そう。誰かと信頼し合うことで、これほどまでに力を発揮することができるんですね。ですって。ということで、そういうことらしいです。どうやら。どうやらね。うん。じゃあ、ついでだから、じゃあ、お着替えしちゃおっか。何？かわいいですね。まあ、あったっけ？かわいいですね。かわいい、ちょ、かわいい。うん。これが、これだっけ？まあ、いっか。結局今回はね、お着替えはなんかオリジナリティというか、あんまりみんなで被らないような何かという話をしたんだよね。で、これがデフォで、これが多分あれかな、バースト分なのかな、多分ね。これは譲れないか。あー、でもこれ、そっか、今さあれ、これがお尻に、いい感じです。あー、おお、いかついね。そっか、これ手に入れてから一回も見てなかったんだよね。でもすごいね、ほとんどこれになっちゃうな。かわいいですね。いい感じです。あー、でもいいね、いかついね。で、背中は羽がついていかな。なんかワルキューレとか
カメの甲羅いつの間に。こんなんいつゲットしたっけ。金に、これ意外と合ってんじゃない。銀貨かわいいですね。カラーの腕時計、金貨でいく。これ、私好きです。でペットが、あ、ラビがいる。かわいいですね。金、金、金でいきましたね。こんな感じかな。あれはどうしたっけ。あれちょっと待って、あれはどうなったんだっけ。あ、そっか、あれはそもそもそういう、そういうことか。あー、でもいかつくていいな。ラビが、ラビの顔が見えない。そっか、多分前回までは、あれなんかあのさ、ファンネルみたいな、ファンネルみたいなやつって、誰かと信頼し合うことで、どうですか？服に合ってますか？ファンネル的なやつってさ、どうしてたんだっけ？あれ？あれってなんだっけ？わかんなかった。これはこれなんですけどね。うん。ありがとうございます。あれ、お尻じゃないんだ。あれはどっから来たんだ。こんな風にアクセになったんですね。ですね。かわいい感じです。うん。ありがとうございます。で、耳はこれにしといて、おねえねえは特に、かな。で、お尻が、あ、これ、あ、どうですか。これが、こういうことか。ああ、これもいいんだけどね、結構。結構いいんだけどな、好きなんだよな。これかっこいいよね、このいかつさ。これは譲れないか、しょうがないな。はい。ってわけで。あとはじゃあ、ラビいきますか、瞬足で。お、さだかちゃん来たよ。ワンちゃん倒せるかもしれない。さあ、一足で。でしたね、ギリギリ倒せなかったのか。ワンチャン終わったんだけどね。はい、というわけで皆さんもね、よかったらゆいちゃんのブラスデーをお祝いしてあげつつ、ぼちぼち、再開される、イベント関連ね、楽しんでいきましょうね、ともにね。その前に SR 以上が振るガチャもあと SR しか見たことない SR 以上が振るガチャ。はい、磯若さんもしのちゃんからのサイフトビーム。まあ、SR だよね。ホーンテッドケア。はい。そろそろ SR 以外の景色が見たいな。真っ赤な三文字のちゃんね。うん。はい。ほんとこれ SR しかじゃない。アサシネーション。あれ、私でも今、あ、でもいいんだね。SR 上確定ガチャ回したんだもんね。SR ガチャじゃなくてね。まあまあ、まあ、良いでしょう。うん。よし。じゃあ、そんな感じで。今回はこの辺で。さあね、15日から ?15 日からなんだっけかな、金曜日からかな。新コスイベントがあり、で、協力戦もありますからね、今月からね。うん。で、ロードマップはまだ変わってませんね。はい。まあ、多分、ロードマップも多分そろそろ更新されるかもね。うん。そんな感じで今回はこの辺で。ではでは、さようなら。